ここに男です可愛い塾の模試の国語で100点中30点を取ってしまいました楽に点数を伸ばすに何をしたらいいですかあと僕は塾の宿題を先延ばしにしてしまう癖がありギリギリになると鬱になって知りたくなっています直すにはどうしたらいいか回答をお願いします地頭が良くて30点なのか本当に頭が悪くて30点なので多分教えるべきことが変わるんですよ地頭が良くて30点なのであれば国語はある程度文章が読める人であればやり方を抑えるとそれなりに上がりますよ漢文は頑張れば運が いいと100点取取れれれれまますす古典もも頑張ばばある程度8割以上は取れます覚えなければならなけらのの範囲でも、漢文ってルールさえ覚えれば、大体なんとかなるので、なので、レテンとかを使いませんみたいな、マニアックな早稲田大学の問題以外は、基本的には漢文は法則通りにちゃんと理解しておけば、大体8割9割取れますと。で、古典も基本的には覚えなきゃいけない文法の用語も置いとけば、8割9割取れますと。なので、割と国語は点数取りやすいですよ。ただ、現代文解釈は読解力が身についてないと、なかなかい。 超一席でレベルを上げるのは難しいので、なので、頭が悪い人であれば、国語を捨てて、むしろ英語とか社会とかの方で点数を取りに行った方が効率はいいかもしれません。現代文国語って、作者はどのように思ったでしょうか？みたいな。えその正解って、一つに決めていいの？みたいなやつが、結構問いになるんですよ。どこだったっけな？ニフティじゃなくて、デイリー・ポータルセットで、センター試験かなんかに、自分の作品。 作品が取り上げられた作家の人にその試験を解いてもらうっていうのを確かやったんですよねそれで結果として満点取れなかったみたいのがあったりしてなので結局その現代文国語っていうのは問題文を作った人の思い込みはきっとこの人はこういう思い込みをするだろうというのを元に推測をするパズルっていう面があるのでなのでなかなか8割9割は当てに行くっていうのは 結構難しい面があるんですよ。漢字とかもちゃんと書こうとするとめちゃめちゃちゃんと覚えなきゃいけないので覚える範囲多いんですよね。記憶量でいくと国語はむしろできない人であれば捨てた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただ、あの元々できる子であれば何もしなくてもある程度点数取れるってもあったりしますけど。